北の匠と言われる日まで二度と木曽路の地は踏まぬ広い世間を敵に回し頑固一徹としたい気に捨てて修行の捨てて修行の旅山田新二年年季半ばじゃまだひよこ屋根が傾くほたての屋根姿で仏を作る山の行者の山の行者の技で覚えた職人芸の真の値打ちはわびとさび硬いヒノキの一枚見せるで命をかけて天下無双の天下無双の登り